警察の家宅捜索を受けたのは、旭川市の指定暴力団山口組系極道会の本部です。極道会をめぐっては、幹部と構成員の男ら3人が去年10月旭川市立日西小学校の敷地からおよそ140メートルの距離にある建物に暴力団事務所を開設した疑いで昨日逮捕されました。同暴力団排除推進条例では？ 学校などから200メートル以内に暴力団事務所を設置したり運営したりすることを禁止しています。警察は3人の認否を明らかにしていませんが、建物が引き渡された経緯などを詳しく調べる方針です。